はい、皆様どうもこんにちは。ただいまですね、こちら、ですね、JR 大阪駅前で始まった、辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動じゃない、辺野古に基地を絶対作らせない大阪、そうそう、ただいまです。あれ、辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動がただいまから始まりました、どうも。こんにちは。そんなこんなで、本日605回、こんにちは、どうも。大阪は今、あれです。ホットな感じになってます。なんかだいぶぬくいっす。まあ、あれですね。どうも、こんにちは、どうも、皆さん。春なのに。昨日、ってか、おとついぐらいの雨がじゃんじゃん降ったから、雨が、桜がいい感じで散ったような気がするけど、まあ、それもまた来年になったら、また桜が咲くのではないかと考えられる今日この頃です。はい。ホットな、そうですね、ホットですね、ベリーホット。まあ、つまりその、もう熱いお茶も僕好きですね。熱いたこ焼きも好きです。なんかあれが落ちました。ちょっとすみません。あれどうしよう。ごきくびちゃった。あ、すみません。片手が塞がって申し訳ないです。片手、大阪では激しく頭に食うと熱いたこ焼きでも食らえって言うんですよね。知らない、それ嘘です、すみません、嘘です。聞いたことないよ。いや、すみません、熱いたこ焼きを食らえっていうですね。それはないです、すみません、嘘ですよ。あ、こんにちは、どうも。なんかいいじゃないですか、熱いたこ焼きでも。熱いたこ焼きを食べたら口の中やけどしますからね、気をつけないといけないですよ。昔ですね、阪神大震災直後、僕昔、3歳ぐらい前、西宮っていうところに住んでたんですよ。大阪市、あ、違うわ、兵庫県西宮市っていうところで暮らしてたんですけど、今は暮らしてないんですけど、そこに阪神大震災の半年ぐらい経ってから行ったら、あ、こんばんは、あ、こんにちは、どうも、あ、こんにちは、こんにちは、どうも、あ、どうも、山下さん、どうも。これお辞儀するところこうやってですね、画面もお辞儀するんですよ。今あれです、あ、今20です。あれが温度が20温度な、今温度が温度が20度ぐらいです。20度です、ね、関電の社長変わったんですね。関電に変わりましたね。だってあれ会長だ。あ、会長ロプロス。もっと偉いところで。高みに。もう会長ロプロスっていうことで、会長な感じで走り出しなんですね。あ、こんにちは、どうも。こんにちは、どうも。どうもありがとうございます。山崎さんです。こんにちは。タオルさん。はい。こんにちは。辺野古です。辺野古の、はい、で方はサーターアンダギーとか食べてますか、皆さん。なんかさっき雷すごいとかって書いてた。それ高木ブーのせいかな。雷さん。高木ブーさんの本名は高木智之助さんなんですよ。さっき言うウィキペディアで調べてた。そんな調べてた。いや、突然中本浩二について調べたくなってくるんですよね。中本浩二調べたら今度は高木ブーも調べなしゃあないじゃないですか。お昼に加藤ちゃんがテレビ出てましたけど、加藤茶さんとかはまあまあフェイマスやしいいかなと思うんですけど、雷は今鳴ってないです。あ、そうそう、なんか1時頃はすごい雷が結構、だからスコールが激しい、愛のスコールってジュースがあるんですけど、辺野古でも打てたんですね。愛のスコール、あれはだからあれなんですよ。バターとか作るときに副産物を利用してるんですよね。だからもともとほかす予定だったやつを流行利用できるようになったんです。だから会社っていうのはすごくありがた、やったぜみたいな。じゃあんまり元でかかってないんですか。そうですね、でも美味しいし、甘いし美味しいからいいかなみたいな。やっぱりその、あ、今ちょっとついにホットになりましたので、充電が停止しましたね。メルトダウン直前って感じで。
俺の携帯はメルトダウンだぜみたいなですね。あ、うさぎデコフレームどうもありがとうございます。あの辺野古行き中絶対作らせない公式アカウントさん、どうもこんにちは。どうも、9です、9。え、9ですか。9、昨日が、この前回が8回なような気がするんですけど、なんか自分で言って自分でなんか不安な時があるんですね。つまりですね、愛のスコールは美味しいなっていうことなんですよ。辺野古でも売ってたし、で、うちの近所でも売ってるしですね、あれは結構美味しいですよ。でも田口さんは今日は何食べを食べになられましたか。サーターアンダギーとポークとか。いや、僕は思いついただけなんですけど、実際何食べたか分からないです僕は。あ、こんにちは。あ、お茶どうもありがとうございます。サーターアンダギーとビールとかですね。あ、ビール、おい、いいですね。名古屋の市内にオリオンビールの工場がありますし、あ、メルトダウンよりスコールは好きですね。はい、前一回僕の携帯電話の、マイクロ SD カードがメルトダウンしたことあります。マイクロ SD メルトダウン事件っていうのがありまして、いや、あのあれなんですよ、あの魂を魂、あのあれです、マブイが来たらマブイマブヤみたいな。あ、さっきジューシーおにぎりをいただいたそうです。あ、どうも。やっぱり僕だおにぎりっていうのは大好物で、自分でね、まあ炭水化物は基本的に大好物ですね。あのよく自分で塩おにぎりとか作って食べたりとか、やっぱ塩おにぎりの、シンプルさも僕大好物ですね。あんまりいらんもん入ってないですか。なんかあんまりだからもう、でも夫が言いつつポーク卵おにぎりは好きですね。先ほどジューシーおにぎりを喫食されたと言われる、山崎太郎さんです。ちなみに、奈々さんは何食べましたか。奈々さんは、多分サーターアンダギーの盛り合わせかもしれません。盛り合わせ。じゃないです、はい、サーターアンダギーとの中をくり抜いて中にアイスクリームを入れたらすごく美味しいんじゃないかっていう今思いついたんですけど、でもやっぱりむちゃくちゃ太るそうな気がする。ありますよね。はい。あ、はい。あ、そう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 ですね。横でスピーチがおっぱちまってるはずです。あ、どうも。あ、こんにちはどうも。あ、お茶どうもありがとうございます。お茶じゃない。お茶とコーヒーありがとうございます。こんにちはどうも。アイスクリーム店舗とかありますかね。はい。パプアニューギニアでは食パンの切ってない食パンの真ん中をくり抜いて中にバニラアイスをぶち込むって食うというのが流行っているらしいんですけど、でもその食べておられる方はみんな小錦とか水戸泉さんみたいな感じだ。これはって思ったんですけど、スーパーサイズミーになっちゃう。そうなんです。そう、偽和解なんです。
今日はな安倍首相が桜を見る会とかいうところで、どこに大阪に、いやじゃなくて、いやあのだから東京のところ で、大阪に何か来ます？あ、まあそのうち来るんじゃないですかね。そのうち、いや今いや分かんないです、分かんない。いやあのトイレのゴミ箱蓋閉めた あれだからあのサミット、何のサミット、なんか分かんないけど、なんか小野道でやる広し、いや分かんないです。でなんで大阪関係は、いやなんかあのあれだから、なんかでしょ、テロがみたいな、はい、そう、テロ対策って書いてます、だから、すすめ一億火の玉だみたいなことなんじゃないですか、ね、あの全国的にやってるんじゃないですか。だからサミットとかあるときはパチンコ屋さんってあの真相回転自粛するんですよ。いや本当、ま、昔から真相回転どころかもう営業も自粛してくれって感じなんですけど、てんちゃんが何日か前柏原神宮に行ったらしい、柏原神宮の近くのパチンコ屋さんにいたらしいです。え、あのすいません嘘ですけどね、昨日はその桜を見る会で安倍首相は何だっけ、桜が六分咲きなのはまだ六分しか咲いてないと嘆くのではなく、まだ六分残ってると思うことが日本を良くするみたいなことを答えてたんですけど、あのまあ何しかあれなんですよね、あの進め一億火の玉はっていう、あの万歳、言ってることは嘘ばっかりやからもう何言ってるか分からない。インチキおじさん登場ってことで、パパパラリラーですね、いろんな大きさのサーターアンダーギーを作って盛り合わせにしたの。あ、良さそう、小さいのも美味しそうですね。これぐらいのサイズのサーターアンダーギーを作ってアイスクリームとああいうとかでも太ると思います。めっちゃ太ると思いますね。ソフトクリーム絞ったりね、海中に潜って危険物を探してるらしいです、焼きたいような匂いしないですか。どっかゴム燃やせるんですかね。何これ。強引に引っ張って帰りました。その後どうなったか、8時間シャンプシャンプのその中に拘束されました。濡れたウェットスーツのままです。拘束の理由も示しません。憲法違反であるということもアメリカ軍には一切通用しません。日本の憲法は弾圧する目的で、しかも最も沖縄の状況を厳しく
サミットということで、あれですよ、つまりあれなんじゃないですか。だから、B20 が爆撃してくるから、動物園のライオンとかゾウとかを殺そうとかいうのと同じで、そういう雰囲気を盛り上げましょうみたいなことになっちゃうかなと思ったところです。ご署名していただいております。どうもありがとうございます。混乱しました。しかし他には坂になってるんです。M さんはちょっと高いです。現地の人たちは水田様を助けるんだ。この21センチの戦いは茶道もいつでも何でも仲間を助けるんだ。沖縄を三品茶ですね。三品茶ホットで飲んでも美味しいかもしれない。三品茶ホットで飲んでも美味しいかもしれない。サンピンチャー、麦茶ホットでよく飲むんですよ、冬場。美味しいっすよ、結構。警備は人さらですね、完全に。サンドイッチは飲めないです。のどつまりですよね。サンドイッチは固形物なんで、大丈夫です。サンドイッチは大好物で、やっぱり。昔から大好物ですね。子供の頃から大好物で。ハムだけ挟んだシンプルなサンドイッチとか好きですね。あんまりややこしいサンドより、単純な、てかシンプルなやつの方が僕好きなんですよね。基本的にはやっぱり、うどんとかラーメンでもやっぱりシンプルなやつの方が一番好きですね。ラーメン屋さん行くと、スピーチのスタジオで、もしかしたら食べ物の話ずっとしてますね。カレーは飲みます。はい、もちろん。カツ丼も飲み物ですね。どんぶりは基本的に飲み物ですね。まあでもカレーでもなんでも大当てで食べたらちょっと口の中やけどするんで気をつけないといけないですね。沖縄は頼らなくても沖縄はやっていけるというところまで。
基地があるから沖縄はやっていけるという間違った考えを植え付けております。私たちはもう安倍政権やマスコミの嘘を見破らなければ、私たち自身が政府と同じように沖縄の人に大きな大きな取り返しのつかないことをやってしまいます。皆様方のご家庭が平和であり穏やかであるように、沖縄の人も同じように静かな暮らしを待っております。静かな暮らしは待っていてもどうにもならないから、自分たちでここに基地を作るな、ここの海を。基本的にどんぶりも好きですね。この海こそ残すものだというふうに21年間戦い続けておられます。少しでも皆様沖縄のことを知ってください。知ることからしか始まりません。現地辺野古の海に大浦湾に栄えに行ってほしいとは思いますが、せめて私たちの困っているチラシを手に取って今起きていることを見ていただけないでしょうか。チラシがないと思われる方はネットでもいいです、 Facebook でもいいです、でもいいです。いろいろ意見の違いはあるとは思いますが、国を守るという名目のもとに沖縄の人が当たり前のように犠牲になってはなりません。私たちが静かに生きて静かな生活ができるように、沖縄の人もその権利があります。今沖縄の人の権利を奪っているのはアメリカ人の手元を、このコード進行ですね。私たちのこの無関心が沖縄の人の静かな暮らしを犯しております。侵略しております。安倍政権と同じように日本に住む私たちのこの無関心が沖縄を襲いかかっております。これ以上の沖縄に襲いかかるこの暴力的なことはやめなければいけません。そのためにもまず私たちが詰まっている暮らしを手に取ってご覧くださいませんか。これってやっぱりそう印なんですか。はい、いやいやいや、やっぱりかなり忙しく指を動かさないといけない。はい。どうもこんにちは。どうも。沖縄の人どうもありがとうございます。どうも。そのような暮らしを私は見たくないです。それからオスプレイがいつ落ちるかわからない、いつ我が子が黒焦げになるかわからないようなお母さんの心配を皆様方はよそごととして見逃すことができるでしょうか。
コンバッグが300メートル地下に埋め込まれて、日本中が汚染鉄道になるんです。でもこの海を埋め立てる砂を取ったり石を取ったその穴にテレコンバッグの放射性物質の袋が押し込まれるんです。こんな恐ろしいことが分かっていて、なぜ私たちは今時間化をして黙っていくんでしょうか。5年前の福島第一原発のあの事故は何一つ解決していません。今150人以上の子どもたちが甲状腺がんで悩んでおります。甲状腺がんだけで止まりません。やがて白血病になり、体中の機能が汚染される、侵されるような重篤な病気になっていきます。その汚染物質をどこに隠すか、キノコの罪を埋め立てるために掘った穴にレコンバッグを押し込む、こんな恐ろしいことを安倍政権は考えています。皆様、お一人でもいいからキノコのことを知ってください。放射能汚染のことを知ってください。子どもたちの未来を奪っていく今の政府の悪行を知ってください。こんなことが言えるのも人だけかも分かりません。マイクを持って私を実験させている、公安の人ですよ。安倍政権の本当のことを暴いたら、それが罪になるような期待が来ております。スマイルをしなくてもいいから、あっちの方行ったんですけど、別に通るだけなんか。人通りがすごく多いですね。この、大阪今こちらが阪神電車の梅田駅から、JR 大阪駅に抜けるなんてか近道なんですよね。ここの前が。この人がわらび餅を歌ってた。わらび餅がどうしました。わらび餅じゃないです。わらび紙です。何ですかそれ。沖縄の歌です。おかしいです。おかしい。おかしいじゃないです。歌でね。はあ。何でも食べ物に聞こえてしまうという人、好きなので何でも食べ物に聞こえちゃう、サンドイッチとか、自転車もここ行き止まりなんですよね。自転車はちょっと行かれないんですよね。こう全部工事で行き止まりになっちゃってるんで。わらび紙。歌なんですね。すみません、わらび餅と思っちゃったんです。
か和え餅が食べたいぐらいの温度になってきたってことを。今のそうです。今のがわらびが一応。今引いてたんです。頑張って引いてたんです。すみません。すみません。すみません。頭の中はわらび。はい。今のがきな粉とか。あ、これですね。はいはい。あ、はい。まあ、わらび餅も大根美味しいですけど、まあ、わらび餅の美味しい季節になってきました。なんかえらい警備員が来てる。なんやこれ。そうですね、あれはい、あちこちで配置をさせていただいております。そうそう、これがわらび餅座なんですね。沖縄ではあんまりわらび餅って売ってないんですかね。わらび餅ってね、真剣に作ったらすごい作るの大変ですよ。はい、ほんでね、作ってすぐ食べないとダメです。あのスーパーとかで売ってるのはちょっとパチモンですよね。パチモンです。なんかね、なんか入ってると思うんですよね。暴力は泣きそうなくらい大変やった。暴力は張り巡らせていますから、市販の笑い餅は。はい。今日はあれだ、警備がいっぱいですよね。どうもこんにちは。どうも、さっき言いました。どうもお茶、どうもありがとうございます。ほうじ茶かもしれません。今思いつきでいただけですね。番茶とかほうじ茶、ほうじ茶とか、僕は基本的にお茶やったら何でも好きですね。ほうじ茶とか、三品茶ももうもちろん好きですけどね。ウーロン茶とか、はい、例のサミットの関係なんかな。あ、こんにちは。どうも。あ、どうも。マフさん、どうもこんにちは。こんばんは。いや、こんにちは。いや、こんにちは。あ、こんにちはです、はい。昼ですか、まだ。今4時10分。だから、まあ、思いっきりこんにちはだと思います。あとでも4時間ぐらい経ったらもうこんばんはって言うかもしれません。先ほどは笑い餅の話でずっと盛り上がってたんですけどね。お茶と笑い餅はまたこれまたいいかもしれません。大阪では笑い餅屋さんっていうのがなぜなら出没して笑い餅を売るんですよ、いろんなところで。わらび餅、よしわらび餅とか言ってそうですね。クロンセをトラック系で、ほんでですね、わらび餅を買って、ね、家帰って持って帰ってわらび餅食うんですけどね。でもわらび餅もいいけど、やっぱりアイスクリームも好きですね、僕は。アイスコーヒーとか作って食べたのやつですね。アイスコーヒー家で作って飲んだりとかしてます。はい、ガバチャも、はい、大丈夫ですね。もうガバチャって飲んだことあったっけ。あるかもしれない。ガバチャってどんなことありますか。ガバチャってないです。あります。どうですか。沖縄で売っ
ってるやつ。あ、そうなんですか、はい、美味しいですか。なんか気に入りました。あ、じゃあ今度ガブガブ飲みます。ガブガブガブ飲みす。あ、そうでしたっけ。あー、あのポッ、沖縄 UCC とか。そう、沖縄ポッカ、ポッカとか、はい、霧の紅茶とかのところ。で、500cc の缶なんですよね。めっちゃ20年か30年前ぐらいに売ってたでしょ、霧の紅茶なんて。あ、そうでしたっけな。まあでも美味しいです。あの、て、あのアイスティーとか結構好きなんですよね。なんか麦茶コーヒーに置いてますよね。そうですね。ガボチャも美味しい季節。うちに今ちょうどいただいた、宇治茶を練り込んだ京都土産でわらび餅ですね、があります。あ、はあ、抹茶わらび餅ですね、いわゆる。やっぱりあのわらび餅の季節になってきました。なんかお茶みたいなんです。ガバ茶っていうお茶がありまして。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。どうもどうも。どう、例の物が、例の物って言ったらあれなんですかね。あの、あれの、あれです。ガバチャか。あ、どうも。入ってますよ。あ、はい、大丈夫です。ガバチャの話ですか。ああ、どうも、どうも、あ、どうも、お疲れ様です、どうも。スカイウェーブさんに捕まって。ガバチャの話になって盛り上がってたんですよ。ガバチャの話で盛り上がってた。なんなの？ガバチャってなんかあるんですよ。ガバチャ。はい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 。の話で、あとあのバンシルっていうのが通じやすい。なんかお茶があるんですよ。あとあれなんですよ。わらび餅の話も盛り上がってます。ですね、あ、本日はなんか神戸に行かれたということで。そうそうそう、どうもお疲れ様です。いや、本当だから三宮で終わってから、はあ、あのスカイウェーブさんいつも太鼓叩いてる。はい、うん、彼がちょっと聞きたいことがあるんですけど、話は Wi-Fi なんです。あれですね、今日における辺野古におけるそのなんていうか西米ですね、はい。その今このなんて言いますか、その、どうですね、そのあ、タオロさんです。誰？山崎さんです。ああ、タオロさんな。うん、こっちの方も。はい。あとサキマウスさんです。ブルネコウさんとあとはい、ブルーロータスさん、ブーゲーム、あ、ブーゲームさん、どうもこんにちは。ポーさん、ありがとうございました、先ほど。ポーさんやったかな。あ、どうもこんにちは。サンピーちゃん、どうも。そう、あれなんです、あ、ロータスさん、はあ、さっき送ったんやけど、え、確認よろしく。何送ったか、DM。確認を送ったんですね。いえいえ、DM 送ったので確認は僕大好物で。
ロータさん見てる、まだまだ見てる、なんといい加減な言い方、はい、なんですよ。あ、はい、先ほどはどうも、先ほどはどうもって言ったから、先ほど、あ、っていうか僕はじゃないですね。さっきさんお久しぶり、ガバチャを飲んでみます。タオルさん先ほどありがとうございました。そんなばっかり、先ほどありがとうございました。あ、今日はまたラーメンをなどを食べながら、あの、いつものはい、あそこいつものなんですね。あそこいつもシークワーサーが良かった。シークワーサー、シークワーサーな、シークワーサーの、シークワーサースッパ肉か、にがかワンパクなんとかって、あの、あそこの道の駅のシークワーサーがすごく美味しいんですよ。どこワンパクパークやったけど、なんか、機動隊が止まってるあそこの、あの、ホテルがあるトンネルから飛んで行って、トンネル抜けて左手にある、なんかあるじゃないですか、道の駅、ワンサカパーク。あ、そう、もうワンサカパークです。あ、名前覚えられない、うん。ワンサカパークの中のシークワーサージュースがすごく絶品でございます。皆さんよろしくお願いします。何がよろしくのか。ダウンさんありがとう。先ほどありがとうございました。美味しいです。やっぱり目覚めますよね。目覚めすぎる。僕には。自動車20時間ぐらい運転してた時に飲んだら20時間も運転できないですか。あとポーク卵定食が、マンサカパークの売店のジュースが、あそこのジュースはちょっとおすすめです。皆さん、大浦湾のマンサカパーク売店のジュース、そうなんです、売ってはるんです。すんごい濃いですね。あそこ のテントにも、はい、はい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 、あれ、なかなか濃かった、飲んだけどものすごい濃かったです。ワンサカパークの、すべて飲まなあかんちゃうな。ワンサカパークのシークワーサーは特物でしたね。ちょっと大人の味って感じなんです。これはって感じで、五臓六腑に染み渡るぐらいの美味しさでございました。その説はどうも、すごい濃いです、はい。まあ、ジュースといえば、あと、あれですね、阪神の梅田駅の近くにある、ミックスジュースはやっぱり皆さん飲んでいただいた方がいいと思います。大阪にお越しの折には皆さん、前の2人は独身、振り袖やる。前の2人は独身、振り袖やる。後ろの1人は取り袖やから、はあ、あ、そういうの結婚されてるから、あの振り袖はないのか。あ、そうなんですか。はあ、離婚。でも振り袖ってあれ、前も言ったんですけど、まあこう言っちゃなんですけど、着物とかは割とお手洗い行くとき大変やなって、男性の紋付き袴とかもしんどいと思うんですけど、どうやって脱ぐのかな。僕の卒業式で、卒業式で入られて、はいはい、香り袴入ったけど、はい、そう、袴が、はい、男の袴は、はい、馬乗りバカ、馬割れてる、割れてるんですね、はい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 、女性の袴っていうのは着物の関係あるから、はい、割れてないのよ、はいはいはい、スカートタイプ、スカートですか、はいはい、で男の袴は馬乗りやから、はい、割れてて、あれどうしよう、まあ、は別に大したことないけど、はい、大は大変、着物着てたらとにかく袴履いてた、あ、だから大変やなと思って、だから、あ、ちなみにミックスジュースは150円に値上げしましたんで、だいぶ何年も、何年も、はい、旗、旗、ああ、そう、またキャンペーンでプレゼント、なんかキャンペーンなんです。で、旗がなんか溜まると、なんかハンカチみたいなのがもらえるからもよっていう、送った人ももらえると思う、だから、ぬいぐるみではなくてハンカチらしいですと、はい、来ました、来ました、まだお家あります。外れた前のメモ帳とボールペンも、メモ帳とボールペンも来ました。あ、どうも、こんにちは、どうも。あ、株を買いに行くのに失礼しますって、あ、やっぱりなんか FX とかされてるんですか。その株じゃないと思うんですけど、
ホンダのやつとか、あれ、あれもちゃうと思うんですか。カブってある、食べるカブですかね。あ、根菜の、はい、やっぱりそうですね。やっぱり FX とかじゃないですか。やっぱり土曜日やから無理ですね。はい、FX 大変らしいですね、あれは。なんか、なんかやっぱり博打みたいなもんだから。えらいことになっちゃいますよね。あの FX とか株とかは。さっきさんが買うて。いや、株ってね、根菜の方です。あ、根菜書いてある。まあ、根菜の株ってはいいかもしれない。あ、これ、あ、どうも、あ、旗どうもありがとうございます。僕も送っとこうか。あ、ありがとうございます。近くにいてて根菜が美味しいなっていうことなんですね。電波悪いんか。ここはもう一つ良くないですよ。あ、あ、いいな。でもマツコさんが、こんにちはと。あ、こんにちは、マツコさん、こんにちは。はい、青クラブ、青クラブ面白いんだっけ。何のクラブが面白いんやった。なんか金色のやつは、あ、ハズレとか当たりがあるんですよね。でマイナスになっちゃうんですよ、ハズレの場合。それもまた相手は。でも、あの、当たりになったらすごいことになるはずなの。これは青い。そう、これ普通ですね。あ、これはプラス1、プラス1。ホンダの株が欲しいとタオルさんが言ってます。何が欲しい。ホンダの、ホンダの株欲しい、うん、はい、欲しいな。あれはネッピング、発売、あ、まだして してるの。でもやっぱスクーターはあんまり、だからエンジン、エネルギー使わないですから、うん、僕は、あの、株よりあれが欲しい。お猿さん、モンキー。あ、モンキー、あー、はいはいはい。あれ、もともと同じ車なんですね。なんか、エンジン、エンジンが、はい。あ、どうも、お疲れ様です。あ、なんか、なんかすごいモンキー。子供の頃あれが欲しかった、それはモンキー。でも、大人になったら怖いな。金を送るぞ、金。はい、はい、また。あ、来た。お、何、お、マイナス5点じゃん。マイナス5点。ごめんね。いやいやいや、ありがとうございます。どうもどうも。あ、あの、マイクマキって感じですね。そう、モンキーです。はい、モンキーは、モンキー欲しいです。あれだから普通自動車持ってたら何もいかんでもいいんですね。普通自動車免許持ってた。でも僕、あの、免許には原付から全部チェックを書いて、原付から取ったから、だから、原付を飛ばして普通免許を取ったら原付チェックつかない。はい、普通免許で乗れるから。ああ、乗りますよね。はい、あ、どうも、旗どうもありがとうございます。あ、ケイちゃんさんがくれたら、あの、プラス5点です。あ、うん、ゴールド免許じゃないですか。そう、だから原付が書いてあるから。はいはい、だからこれがあるということは原付からで、はいはいはい、でも普通がないですよ。原付中型、大型の順番に。大型もですね、大型トラック、トラック、大徳とか、大徳はまたですか。大徳は持ってない。僕は、あの、トレーラーが欲しい。トレーラーですね、あの、はい、ゴールド免許、住所を隠して、住所と顔を隠して、ゴールド免許、ゴールド免許、ゴールド、30、そんな感じです、はい。今ちょっと、あの、あれなんです、ゴールド、ゴールド、ゴールデンウェーブが、はい、スズキのハスラーが欲しいけど150万円っていう、ブーゲンビリアさん、あ、ハスラーって車があるんですよ、ケージ。ああ、ある。で、やっぱ高橋で150万もするんですよ。だから、誰の免許。あ、いえいえ、いてはりません。これは、あの、いや、僕じゃないです。あの、僕の免許じゃないです。じゃあ、私の免許です。はい。やっぱり、あの、住所隠して顔出さなかった。ということで、名前、住所を隠して。はい、これ、上、こんな感じですよ。これ
名前隠さんでもいいやけど、バレてるから、はい、ということで私の顔出せ、顔出しました。遊ぶなっち、アンプが来ました、アンプ出てきました。なんかアンプにつながったらギャグを言おうとしたっけ、全く覚えつかないんです、全く覚えつかません。バスでさ、あの森口車庫行きのバスが来たんで、あれなんです、ですね、見たよ。僕はちょっともうちょっとしたゴールというのははずなんですけどね。まあペンキで塗ったらゴールドになると思います、誰でも。あ、今ちょっとセッティングがなされてます。あ、すごいですね、このこっちのこの三振すごいですね、カスタムですね、アンプです、アンプですね。これ1本だけ使えるんだよね。1分2本入るの？2本入るというか、やったことないですよ。これじゃあこれも入る、ちょっとアンプがちょっとセッティングされのオーバーです。本日は晴天です。あ、晴天のひっきりケースね。晴天のひっきりケースなんです。はい。神戸行動、はい、負けない方法、ピンクしないさんとは、おそらく、はあはあ、あ、そうなんですか、ちょっと盛り上がる、新基地建設反対、辺野古ゲート前座り込みということなんです、はい、どうもありがとうございます。やっぱり今日暑いからやっぱり充電できなくなっちゃってるんですよ。なんでこんなん、え、写真なんかエラーでしたけど、暑いから、ぬるいから、暖かいから、暑さがさまふみこおばあとおしょうさいの T シャツ、めんどくせえ、アンプの調子がちょっとどうなんですか、出てます。こたるごとに映す。これはこたるごとに映す。車が急ブレーキしたみたいですね、びっくりしたわ。ここはやっぱり車とか人とか動いてる。
Thank you.
森。なんかおかしいな。ここに気をつけないと通り下がりまたなんですけど、みんなが辺野古新基地判決の旗を訴えてるのみんななんで立ち止まらないんだって通行されてる人に言ってるんですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、チャンス、チャンス。あれなんですよ。みんな、あれなんですよね。嫌がらせじゃなくて、この辺野古新基地建設の反対を訴えてはるのに、なんで通行してる人が、立ち止まらへんねんって怒ってはったんです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとみんな話聞けよ、みたいな。通行されてたから。どうもありがとうございます。どうも。妨害行為じゃなくて、こうやってちゃんが訴えてはるんやが、皆さんちゃんと聞きなさい。言ってるんだけど、言い方があまりにも敵対的に言ってるから。まあ。すごい増えてきたんです。また並んではるバスが来るの、バス。このバスすごい人気なんですよね。寄り口着入りのバスを皆さん並んで待ってますよ。すごい大人気のバスなんです。揚げ物の匂いがするです。どっかの中の、この匂いはとんかつですね。どっかだと思うとんかつとか、なんか串カツの匂いがするですね。ええ匂いがするです。串カツの匂いしないですか？どっかだと思うと匂ってきます。いい匂いがする。天ぷらかなこれ。第二マスバーが流れてきてる。あそこの高架の下ってあるんですよ。
が食べたい、今日から。夕方になってきたら、串カツが食べたくなります。定期的にこれを集めます。
失礼します。この曲のタイトルってわかる？変な子さん。あ、わかりました。それで、まさか。
あ、まさか。本人のリクエストより前正面から伏せって言ってたんで。あ、すごい。ちょっとこれ人が取るから一つが立てないんですよね。行く先前に見て命を育む海なり海こそ足の中か草の壁なり Thank you.
どうも。お疲れ様でした。映してる。まあ前正面から映してましたけど、ほんなら人通りが多いからこっち来て。あ、もういい感じで行ってるんじゃないですか。あ、5時ですね。17時ですね。なんか、はい。ヘラボイキチュウ、絶対使わせないお茶コード、ただいま、貫徹した模様です。どうも、そんな感じです。どうも、そんな感じで、どんな感じでか、本日はどうも、皆さんどうも。なんか、曇ってきたんですね。曇ってきましたね、なんか、空が。どうも、ありがとうございます。そんな感じで、ヘラボイキチュウ、絶対使わせないお茶コード、ただいま、貫徹した模様です。それさっきも言いましたね。2回目ですね。重要なことだから、2回打った。まあ、あの皆さん、貫徹せ、ふだんもお疲れ様です。集結しています。模様です。沖縄を改正、普天間を改正ということで、辺野古も改正ということで、あ、本日はどうも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、山崎さん。山崎さん。タオルさんです。元気そうです。今日は昼ご飯は何だったっけですか。あのジューシーおにぎりを食べたと言われてもらいました。山崎さん、はい、ジューシーおにぎりを食したと言ってた。え、自分どっかで買ってってことかね。それはちょっとわからないですね。そういうわけです、はい、というわけで本日の、辺野古に来て絶対作らせるオーサーゴールドの模様の、中継の配信はもうそろそろ終われるような気がします。どうも本日はどうも皆様のどうもご視聴どうもありがとうございました。というわけでではもう、終わります。ありがとうございます。これは次目なんですよね、これ。はい、あ、はい、あ、はい、ちょっと失礼します。三栄で買ったとこです。三栄金入れないとあかんって言われたからな。あの金入れないとあかんらしいです。はい、どうもありがとうございました。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。なんすかこれ。なんか。あ、なんか、あ、木になってますね。大沢講堂が600回を超える、沖縄から山城秀さんが激励に。これどこのやつですか。沖縄県、兵庫県の沖縄県人会機関誌に載ってたということですね。というわけで本日の、辺野古に基調で脱川する大沢講堂は2月6日に600回を迎えました。大沢講堂は辺野古沖で最初にボーリング調査が始まった2004年8月から毎週行われていました。在特会がビラ巻きを妨害した、機動隊まで導入されることなんですけど、それでもやったら頑張った、やもう負けないでやってます。そんな感じです。で皆さん、大阪の皆さん、どうぞ誓わせましょうと使い方がよく呼びかけました。以上ということでございます。すみません、1枚いただきます。カスタードサブレーいただきました。というわけで、ありがとうございました。まあ、そういうわけなんで、あのカスタードサブレーを、ミルクカスタードサブレーが今からちょっと僕しゃべりますので、どうも皆さんどうも、ご視聴どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。というわけでありがとうございました。どうも。来週のね、17日の日曜日にね。あ、今いいですか？音いいですか？入ってます。入ってます。はい、いいですよ。はい。なんか阪神の浜でなんかビラ巻きやって、奄美のなんかを、あ、はい、集まりがあるんで、このビラ巻きをやる。はあ、そうなんですか。はい。マットさんがよくマット。はい。どうもありがとうございました。というわけです。あ、皆さんどうも、ね、今からこれ超えてありますんで、僕、はい、カスタードサブレ、ミルクカスタードサブレでございます。そういうわけで失礼します。どうもありがとうございました。どうもどうも。